ストラスブールのノートルダム大聖堂は、理性信仰の宗教施設になった理性の祭典とは、フランス革命期の1793年11月10日以降、フランス共和国のパリのノートルダム大聖堂を中心に、フランス全土で開催された祭典。ジャコバン派独裁の中、ドーハの中で、ジャックルネーベールを中心とするグループの主導で行われ、 極めて無心論的性格の強いものであった。ジャックルネ・エベールパリのノートルダム大聖堂での理性の祭典フランス北部イブリー・ラバタイユの教会に刻まれた哲学への名国公式に国家規模で営まれた理性の祭典はジャックルネ・エベールとアントワーヌ・フランソワももろによって監修されたものであり、フランス革命歴第2年のブリメール20日の祭典は 宗教が新しい共和主義的な形を取る一つの基盤となった。ピエール・ガスパール・ショーメットにより企画、組織された祭典では、全フランスのキリスト教会が、当大の理性の寺院に生まれ変わった。パリにおける最大の儀式は、してしまのノートルダム大聖堂での祭典であった。当初これは、パレロワイヤルで開かれる予定であったが、 原族像で評議員だったジョゼフ・フィシェがニエーブルの教会から奪った財宝を国民公会が受け取り、パリ大司教のジャンバティスト・ジョゼフ・ゴベルが国民公会の演壇に立って、装飾離脱を宣言した11月7日、県とコミュームは自由のための市民の祭典を場所を移して、ブリュメール20日に行うことを決定した。1793年11月10日、 ノートルダム大聖堂の内陣中央に人工の山が設けられ、その頂上にギリシャ風の神殿が建てられ、その四隅にはボルテール、ジャンジャックルソー、シャルルド・モンテスキューといった啓蒙思想家たちの共像が設置されて、神殿の中から自由と理性の女神に噴したオペラザーの女優が現れるといった趣向で理性の祭典が始まった。キリスト教の祭壇が取り壊されて、 自由への祭壇が設けられ、大聖堂の扉の髪型には、哲学への碑文が石に刻まれた。祝祭の少女たちは、白いローマ風のドレスとトリコロールの帯を身にまとい、自由に噴した理性の女神の周りを動き回った。真実を象徴する祭壇の上では、炎が燃え上がった。女神像は、偶像崇拝を避けるため彫像ではなく、実際に生きている女性たちによって描かれた。 赤いボンネットをかぶった女神は、白いドレスに青いマントを身につけて、手には黒炭の槍を持ちつつ、グリーンに彩色された玉座に赴もむく。そこに、共神は、今や正義と真理に決定的に席を譲った。今後司祭は存在せず、自然が人類に教えた神以外に神は存在しないであろう。というアナウンスが入ると、革命参加の歌声が、聖堂全体に響き渡った。 やがて、群衆が狂気乱舞する祝宴が繰り広げられた。そして、パリではその役割は、挑発的に服を着たと言われているも、モロ自身の妻ソフィーによって演じられた。これについて、イギリスの歴史家、トーマス・カーライルはこう述べている、理性の女神の中でも、最高の女神となった。けれども、彼女は歯が少しかけていたけれどと。こうした理性の祭典は、パリの 各教会はじめ地方の主要都市でも、あたかも即興演劇の様相を呈しながら、以後数ヶ月にわたって開かれ続けた。人々は、このような形で、理性が18世紀の偏見に対して収めた勝利を、祝った。ほとんどが、共神に打ち勝つ女性という筋書き、彼女の聡明さが共神のベールを剥ぎ取って、闇と怪物を追い散らすという筋書きが中心となって、おり、 出現と消滅という単純で分かりやすい構成となっていた。その主題と演出はオペラの台本を模倣しており、欠かせざるものとして花形女優の登場することも含め濃厚な演劇的性格を有していた。フランスの歴史家、エドガール・キネは理性の祭典における花形女優の役割について、女優は1時間高互しさを示した後に申請を捨てると評している。 すなわち、花形女優の存在は、祭典全体の作為性をむしろ強調していたのであり、そこから信仰の観念を得られることはなかったし、女優に対していかなる祈りも捧げられることがなかったのである。ジョルジュ・ダントンは、その失脚の前、ヒキリスト教家論者や彼らの行き過ぎた表現に対して警告を発していたが、理性崇拝への支援はフランス第一共和制の初期に、 あっては増大する一方であった。1793年末頃まで国民公会は、あらゆる手段を用いて、パリの祭典へ退去して訪れる、人々の正体を受け入れたと見られ、マクシミリアン・ロベスピエールや他からも強固な、反対意見があることは公にされなかった。エベールとショーメットはその後も引き続き、誇らしげに大議員のかなりの代表団をノートルダムに、招いたのである。 科学者、数学者のジョゼフ・フーリエはこの祭典を生み出した理性の崇拝について目と耳のための宗教と述べている。理性の祭典は記録によれば民衆が反宗教劇を酒魚に大いに飲み熱狂的に歌い踊るカーニバルのような連日のお祭り騒ぎであったという。理性への寺院や教会堂の堅能、銀器の奉納、聖職者の卑怯、 自由の殉教者に対する崇拝、反キリスト教的な行進や行列など雑多な要素を含んでいたが、すべてにわたって規則の欠如とその孤児とを特徴としていた。すなわち、偶像破壊と仮想舞踏会を体系化したような内実に伝統的、民族的な祝祭が融合し、無神論的で無政府主義的な性格を有していたのである。そこでは、民衆や、 サンキュロットの活動家たちによるコントロール不能なエネルギーが統逸していた。その独自性はヒキリスト教家の直接行動というところにあった。しかし、この運動は後にロベスピエールの猛反対を受けることとなった。理性の祭典を生み出した理性の崇拝及びロベスピエール派による理心論的な最高存在の崇拝などはまた、総称して、 革命的宗教ないし、革命的諸宗教と称されている。ありがとうございます。